新たなステージに進むってなってくると練習の強度、頻度が変わり環境が変わる選手も大変多いです。そうなった時に体調不良ですね、そういったお悩み相談をする方が非常に増える時期になってきます。一つ目は環境の変化に合わせてしっかりとエネルギー源を取ること。徐々に主食は増やし、主菜だったりとかこういうものはなるべく冷蔵庫とかを使いながらストックを、ね、していくっていうところを促していただけるといいかなと思います。2つ目は補食の内容とタイミングを考えるというところになります。運動1時間から4時間くらい前までに体重1キロあたり1から4グラムの糖質が必要ですよと言われています。トレーニング前は炭水化物と水分を中心に、そして練習後に関してはプラスアルファでタンパク質を取ってくださいと、まこやみのバイタルさんをうまくタンパク質補給として、取っていくという方法もぜひご活用いただけるといいかなと思います。ラストはセルフチェックになります。自分でセルフチェックしてまずいなと思ったら修正していく能力っていうのが重要になります。黄色っぽいような尿が出てるっていう風になってきた時によくねあるのが脱水のところを見ていくっていうところですよね。便にあまりいい状態じゃないってなってくるとなるべく消化にいいような形で、チョイスをするというところが重要ですね。より良い状態を作っていくためにこの疲労のマネージメントっていうのは非常に重要になってくるというところになります。トレーニングをするとエネルギーを失ったり、筋肉が壊れたりコンディション悪くなります。そこから食事休養とトリートメントっていうような要素で超回復を迎えていきます。逆に例えば食事量が足りない、それから休む時間が足りないとトレーニングに対してリカバリーが追いつかない、でどんどん下降線をたどっていって怪我やオーバートレーニング、ウイルスの感染のリスクもあると。なのでトレーニングに対してリカバリーがもう常に優位になってこそ初めてコンディションは向上してくるという、僕がこの推奨しているのは体重と自覚疲労度を記録していると。これは実際に私が自分のチームで選手たちに今日の自覚疲労度を数字で並べていったものになります。口頭で僕今日疲れてるんで休みますってなかなか言えないところがあるので、それをこう数字で伝える。で指導者側としては試合に向けてできるだけ少ない疲労度で迎えられるようにトレーニング内容を振り返ったりしていけると理想的かなと思います。で回復を加速させるトリートメントっていうところで炭酸泉をおすすめしております。炭酸ガスを入れて炭酸入浴をした時の筋肉とか関節の柔らかさ、それから感覚的なリラックス度合い、非常に効果が高い入浴方法になっております。ぜひ実践してみてはいかがでしょうか。